プロゲーミングチームデトネーター、オーバーウォッチ部門のスタイリッシュノブです。よろしくお願いします。5月からついにオープンベータが始まるオーバーウォッチのユニークなヒーローたちを解説します。ここではアタッカーの源氏を解説します。サイボーグ忍者ですね。手裏剣や刀を使って戦います。通常攻撃は同じ場所に手裏剣を3発投げる攻撃ですね。一発28ダメージです。かまいたち。右クリックですと特性が変わります。横に散って連射力の速い攻撃に変化しますね。基本的にはクリックを使っていって、右クリックは体の大きなタンクとかに近づいた時に高い火力を出すために使っていきます。手裏剣は弾が非常に遅いので、動く敵に当てるのはかなりの練習が必要になってくると思います。スキル1はスイフトストライク、ダッシュ切りですね。敵にダッシュしながら切りかかって50ダメージを与えます。このスイフトストライクは敵を倒した時にまたすぐ使えるようになるっていう特性がありまして、それによって敵を倒したらこうやって逃げるのもいいですし、また次の敵に切りかかっていくといった使い方ができるテクニカルなスキルですね。そしてスキル2がディフレクト、敵の弾を性質そのままに跳ね返すといったスキルですね。実弾系ならば基本的に跳ね返せて、アルティメットスキルですら跳ね返してしまうので、その程度か、非常に面白いスキルになってます。そして源氏は忍者なので、壁を登ったり二段ジャンプをしたり、まあですね、機動力に特化したアタックヒーローですね。源氏が行けない場所ってのは基本的にはありません。どこにでも行けます。その機動力を利用して敵のサポートを直接倒しに行ったり、厄介な場所にいるスナイパーなどを倒しに行けるヒーローですね。アルティメットスキルはドラゴンブレイド、背中に背負った竜神の剣で切りかかります。一振り120ダメージですね。竜神の剣をくれ。このスイフトストライクのクールダウン解消の特性と相まって非常に強力なスキルになってますね。よし。基本的にはサポートを狙っていき、次にアタッカー、最後にタンクを余裕があれば切っていくという使い方がいいと思います。120ダメージなのでタンクを倒すには4、5回攻撃しなきゃいけないので、結構時間が厳しくなってきます。サポートを優先的に狙っていきましょう。サポートを2人倒すだけで状況は一変するので、集団戦でも強いヒーローですね。俺にはまだやることがある。では実際に使っていこうと思います。よろしくお願いします。では源氏を使っていきます。マップはネパールで、ルールはコントロールキャプチャー、真ん中のエリアを取り合うモードですね。先に2ラウンド取ったチームが勝利となります。源氏は2段ジャンプを多用することによって敵の攻撃が当たりにくくなるので、どんどん使っていきましょう。
距離が空いてしまうと動いている相手に手裏剣を当てるのは非常に難しくなってくるので、ある程度近づく必要がありますね。よし、消灯だ。どのヒーローにも言えることなんですが、やはり味方のアルティメットスキルと合わせると敵を一気に全滅させたりすることができます。On the objective. My ultimate is almost ready! My ultimate is charging!
んですけどね。友人の剣をくれ。仕事だ。アイアンテイキングオブジェクティブ。ジョインミー。キャプチャーはタンクやサポートの方に任せることが多いので今初めて映ったんですけど、さっきのメーターが溜まりきったらキャプチャー完了ですね。さっきから上に出ているんですけど、キャプチャーをしているチームはパーセントが溜まっていって 100% になったらラウンド獲得ということです。今ビームを打って攻撃してきたヒーロー、サポートの新メトラって呼ぶんですけど、あのビームに捕まってしまうと現時では勝てないので、1対1で戦う時などはシフトのスキル、スイートストライクを使わずに取っておき、いつでも逃げれるように距離を離せるようにした方がいいですね。タンクのウィンストンと戦う時にも全く同じことが言えます。Is ready to be unleashed. 友人の剣をくれ。 Know yourself in the face of death. Vital activated. Victory. 2ラウンド取れたので勝ちました。 Play of the game.非常にテクニカルで動きもあって敵を倒すことができるので面白いヒーローですね。ぜひ一度使ってみてください。ありがとうございました。